小出八郎右衛門明治43年11月12日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、信濃国更科郡東海山村生まれ、幼名は敦次。長寿で家業を継ぎ、材木商から三種製造業に転換した。商用で横浜へ赴き、銀行業務の実際を学び帰郷。明治14年東海山銀行を設立し、専務取締役となり、松方デフレの難局を乗り切った。また、同20年には、小坂善之助と共に、長野県の為替業務を扱う、新商社を再建し、信濃銀行と改称し、支配人に就任した。さらに、同26年経営難に陥った、松代の第63国立銀行を東海山銀行と合併させ、東海山に本店を移転した。同31年には地方産業振興のために制度金融を行う長野農工銀行を設立し、初代頭取に就任した。その他、私財を投じて地元の産業の発展に尽くし、明治16年に融資と電信仮設を東海山に実現するための運動を起こし、当時の金額で4000円余りを献納、さらに、東海山駅と八代駅間の道路改修に多額の寄付をした。同41年には長野区裁判所東海山出張所の誘致のため用地を寄付して完成させた。明治5年に稲荷山村庫長、同14年長野県会議員となり、同36年第8回衆議院議員総選挙に立憲政友会から出馬し当選した。ありがとうございます。